丹谷千鶴子は日本の弁護士、評論家、熊本県阿蘇出身。1942年、当時としては女性に法律専門家としての教育を唯一行っていた明治大学専門部に入学。太平洋戦争の激化で一時帰郷した後、1947年に明治大法学部に入学。大学同級生だった丹ン良両健と1950年に結婚し、 後に一時を設けた。卒業後、1951年に弁護士を開業。出生して帰らぬ夫との離婚手続きに悩んだり、新民法で向上した権利について知りたいと望んだり、していた女性向けの相談や講演に奔走。他にも、家族の紛争事件などを担当し、女性の地位向上、法律相談で知られる。読売新聞。 人生案内欄の担当者を1972年から32年間、勤め、1500人以上の相談に回答した。1986年日本、婦人法律家協会会長。1990年国民生活センター会長。早くより選択的夫婦別姓制度導入を求めた。追悼賞、丹谷千鶴子さん、女性弁護士の草分け、女性活躍の道開く。 読売新聞長官2018年5月6日、第91回国会、衆議院法務委員会から13号昭和55年4月8日。ありがとうございます。